どうも、コバでーす。デボン GO、おそらく最終回やっていきたいと思います。このワールド5で終わりでしょう。このモン出たらもう終わりやろ、さすがに。ということでね、今回最終回やっていきましょう、この位置。まあ、ラストぐらい僕サクッと終わらしちゃいますよ。もうノーミスでいくわ、今回。いいよ。もう操作法覚えてる、一週間ぶりやのに。これよな。ピンクごめんな、一週間を待たしちゃって。いいよ、よく足、よく足、いいよ。いけるんじゃんこれ。飲みせ、危ない。いいよいいよ、はい。はい。いいよいいよ、いいですね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 。簡単やな、簡単やな。おいおい、最終回、サクッと終わらしちゃうよ。15分くらいで終わっちゃうよ、これ。危なーい。今、ダッシュしに行ったのは勇気ある決断。はい。いいよ。あ、この絵、おもろ。絶対ミスるべきじゃないところでミスったよな。はい、はい。いいよ。はい。痛い。ちょっと待って、下の階で親戚の5歳児が暴れてる。なんか4度目の挑戦、カウントされていってんな。今までカウントされてたっけ、わからへん。4度目ってこれ3度目のはずやけどね。いいよ。はい。いいですね。踏んだ意味はないですね、今の。わあ、そこ踏んだらあかんのか。以前に死んだ方法でゲームオーバーになった場合、結果画面をスキップしてすぐにステージを再調整しますか？あ、こんなんあんの？ありがたい。なら、アップで入ったんかな、このゲーム。僕が一週間やってへん間に。成長するゲームや。いや、最近のゲームはアップデっていうのがあるからね。なんか、便利っちゃ便利やけどさ。ちょっとゲームが変わりすぎると、アップデ前のが良かったとかそういうの、たまにあるよね。いいよ、かわした。はい、はい。まあ、5の1ぐらいサクッとクリアしましょうや、ピンクくん。はい、はい。ここを溜めてジャンプ。はい、余裕。クリアー。ありがとうございます。次のステージへ。コウモリを通って。あ、このなんか、1度目の挑戦って出るのもさ、やっぱアップデート変わったんかな？表示してくるようになったんかな？やめてくるよ、恥ずかしい。僕は結構ミスってることバレるやんけ。ありがたいな。爆弾で死んだら勝手にリセットしてくれた。でもピンク君の可愛いイラストが見れなくなるっていう欠点もあるけどね。まあ、一回見たからええかって感じか。ね、こういう新ゲーでさ、リトライしやすいっていうよ、第3弾。リトライしやすいっていうのは、なかなか、ありがたいよね。いよいよ、ノコギリも反転してるやん。ジャンプ、ジャンプからのダッシュ。いいよ。いいですね。はいはいはい。もうこんなん言うやん。え、ただの道やん。マジでただの道やん。はい。簡単ですわー。いいですね。猫も取って。ゴールズだけが。お、簡単。一回ミスっただけ。ノコギリ地獄。さっきからノコギリ。何こいつ。なんか、ポケモンであんないいだよな。名前忘れたけど。こう鉄骨持ってるやつ。常に鉄骨持ってるポケモンいたよね。あれは、あの鉄骨部分もポケモンの一部なんかっていう。わ、かわいい。痛い痛い。ダッシュしちゃったー。わー。I'll be back. ターミネーターやん。バウンドして、いいよ。結構コウモリ踏んだらバウンドするってことを覚えておきましょう。言ったそばからこれですよね。いや、さっきね、夕食食べてきたんやけどさ、牛丼だったんすよね。やっぱ僕もさ、年頃の、クソ。やっぱ僕も年頃の男の子やからさ、今晩牛丼やでって言われたらさ、テンション上がるわけやん。やった、牛食えるって。コマラさんが牛食えるぞって思ってさ、でいざ、うん。で、いざさ、牛丼が出たらさ、ご飯の上に玉ねぎ7割、牛3割ぐらいなんですよね。これはもう僕の中で牛丼とは言わんよ。玉ねぎ丼やんけって思いながらね。むしゃむしゃ食ったけどね。まあ、玉ねぎも嫌いじゃないからさ、別にええんやけど。でもさすがに肉のが好きなわけやん。ねえ、年頃の男の子やわけやからさ。それはね、なんか認識違うよな。今日は牛丼やでーってめっちゃ元気よくお母さん言われたり。あの時の僕のワクワク返せよって思ったり。ちゃい、ああ。行きつけのすき家のチー牛なんてさ、チーズ5割、肉5割やぞ。野菜一切ないからね。そう考えるとマジ体に悪いな、チー牛って。でも牛丼が食卓に出た時さ、僕醤油ぶっかけんねんけどさ、あんまりお母さんはいい気してへんねん、あれ。また醤油かけて、ってなんかね、ぼやかれたわ。塩分ばっか取ったら太んで、って言われてね。ええねえねえ。太っても誰も見てへんねん、僕の体なんて。むしろ太りたいまであるわ。僕の体に血流がしっかり溜めてられるか確かめたいまであるわ。まあ、太るでって昔から子供の頃からずっと言われてるけどね、太った試しないな。まあ、太ってきてんちゃ太ってきてるけどさ、俗に言うメタボの人らと比べるとだいぶ僕痩せてる方やと自負してるからね。
ってあんま生きりすぎるとで、いざ体見られた時にデブやんって言われそうで怖いからあんま言わんとこ。慣れたタイミング、もう5の4やで。もうほぼラストやで、このゲーム。今やっと慣れてきたん。ピンクくん。ジャンプ上、上、上の安全。これは下ルート。さっき上行ったから次は下や。次は上やね。猫がもう見えたから、前見えてんもん。いいよ。はい、はい。ジャンプ。あー、慣れてきたタイミングで。完全今慣れたタイミングやった。調子おったもん、ちょっと。初見でこんな余裕でいけるってちょっと心の中で生きてたから。いいよ。そういう慣れたタイミングを見計らったステージだったね。タイトルに偽りなしやな。抜いて、次は下行きましょう。あー、落ちるんかーい。昨日さ、めっちゃイラッとしたことがあったんやけど、3日前ぐらいにスーパーカップっていうアイスをコンビニで買って、楽しみに冷蔵庫入れといたんですよね。よし、今日食べようって思ってさ、バーッてさ、もうそこジャンプすんなって。スーパーカップを3日前にも買っといたんですよね。アイスのやつ100円ぐらいの。コンビニで買って、よっしゃ、これまた、アイス食べたい時になったら食べようと思ってさ、冷凍庫に入れといたんですよ。冷蔵庫の冷凍庫に入れといたんですよね。で、うちの家、冷蔵庫が2つあって、みんなキッチンの冷蔵庫使うんですよね。僕の部屋の近くの部屋になんか冷蔵庫があって、その冷蔵庫にね、誰も使わへん、なんか、長期保存用の食材だけ入ったるね。冷蔵庫に、僕自分のアイスはそこに入れてるんですけど、そのね、誰も使ってへん方の冷蔵庫に追撃者また来たね。誰も使ってへん方の冷蔵庫に僕、アイス入れといたんですよ。で、昨日、よっしゃ、食べようと思ってさ、こう3日間温めて僕のスーパーカップを食べたろうと思ってさ、冷蔵庫バッて開いたらさ、なくなったんですよね。あれおかしいなと思って、誰かに食べられたかってたまにあるんですよね。僕自分の買っといた、アイスを食べられちゃうっていうの。でお父さんに壊れたかって思って、あ、これ跳ね返ったらあかんね。お父さんに食べられたかって思ってさ、キッチンの方の冷蔵庫見たら、あったんですよ、スーパーカップが。誰かが何かしたんけど移動させたんかって思ってさ、そのスーパーカップパカッて開いたらさ、半分食われてたっていう。めっちゃイラッとしたな。もう食べへんだもん。人の食べさしとか嫌やもん、スーパーカップの。別に100歩譲って、僕の買ってきたアイスを食べちゃうのはいいんすよ。まあ冷蔵庫にアイスがあったら食べちゃうやん。ただ食べるなら食べきるよ、最後まで。それがめっちゃイラッとやん。なんで最後まで食わへんの。こっちはないと思ってさ、冷蔵庫探索したら実はあって、よっしゃ、実はあれやんと思って開いたら半分食われてんねんで。下げてあげて下げられてるからね。全部食べきれへんやったらスーパーカップ食うなよ。多分お父さん食ってんやと思うけど、結局犯人僕逆さいんだけどさ、優しいから。多分お父さんやと思うけど、全部食べきれへんやったらお母さんに半分渡せや。何のためにお前ら結婚してんのと思ったね。パートナーがいるんやからさ、そこは協力し合えよ。イラッときたね。そのスーパーカップ機能を発見してさ、共同もね、ちらっと見たらまだあるんですよね。多分誰ももう手つけたくないね、半分食ってるから。そういうなんか開封した食い物冷蔵庫の中に放置しといたらさ、誰も食わへんやん。マジで最初に食ったやつちゃんと処理しろやったもん。多分お父さんやねんな。お父さんか親戚のお兄さんやな。親戚の兄さん勝手に冷蔵庫漁ってアイス食うからな。これ結構許容できひん人いるんちゃう。僕は許容しちゃうね、優しさのあまり。おっしゃ、かわいいピンクくん、かわいい。さあ5の6、言うほどだよな、難しくないな。こういう猫とか狙ったら難しくなるんかね。オッケー、これだとすんなりクリアできるんじゃないでしょうかね。一応、ギミックは豊富というか、毎回違うことしようとしてる感じはあっていいよね。はいはい。一応、今回のワールドは、ノコギリ地獄っていうのがテーマなんかな。ノコギリは結構、下に線入ってるともう警戒するからわかるよね。いけるんちゃう？いけるんちゃうこれ。初見かな？いや、2回目か？初見か？わからへん。勘だよわ。5の6勘だったわ。さあ、5の7。果敢に行動せよ。マジかかんよ。生まれた時から僕はかかんよ。危ねえわー。今、かかんに行動したけど、僕の心はもう諦めてた。ごめん、ピンクくん。もうピンクくんじゃあかんと思った。ピンクくん、ちょっと足、猫、あ、敵かと思った。よかった。ピンクくんの答えが、ちょっと足、溶岩かかったら死ぬのだと思ったわ。ごめんな。意外と君強かったよね。ほい。いいよ。
あのエレベーターにも慣れてきました。敵の動きにも慣れてきました。簡単よ。いやいやいや、ジャンプ。あーくそ、今の距離感絶妙やな。どうしたんやろ。果敢ってどういう意味？勇気ある行動？どういう意味やろうな。今調べようと思ったけど、このゲームって途中で手離すことなかなかできへんな。あぶねえ、いよいよ。手離しなかったけど、僕の心が今手離してたわ。はい。よし、いいですね。いいですね。これは上登って、ナイス。よしよし、安定してる。最終ワールドが簡単なのか、それとも僕がちょっと成長しすぎたのか、どっちなんでしょうね。さあ、5-7。じゃあ5-8か。すべてを猫を救うことはできない。哲学かな。まあまあまあ。実際マネされたしな。うわぁ。確かに、これはすべてを猫救うことできひんわ。今までもね、全員救うことはできなかったけどね。今更やん、その命題。いいですね。はい、はい、はい、いいよ。はい。あぶねえ、あなんかたまにあるやん。トロッコ問題みたいなさ。なんか、複数の老人を救うか、一人の赤ん坊を救うかみたいな。お前ならどっち救うみたいなさ。そういうなんか、ね、どうしようもない二択を迫られるみたいな話あるやん。で、俺は両方救ってみせるぜって、主人公なら両方救うんだよみたいな答え方するやつ僕嫌い。あれ嫌い。それはお前問題の趣旨を理解してへんってめっちゃ言いたくなる。そういう言い方するのってちょっと逃げやんな。そこはお前なりに答えを出した後に両方救ってみせろって思うね。はいはいはい。お前に両方救う実力があるのかどうかは聞いてへん。どっちを救うのかって聞いとんねん。いや、あーくそ。今のノコギリうざくね。ダッシュするんか。今の初見殺しやな、実は。実際僕が、親戚の5歳児のちゃんちょくんと、ね、リアルちゃんちょくん、どっちを生贄に捧げるかってなったらね、悩むね。正直いい勝負してる。普通にちゃんちょくん死んだら困るし、親戚の5歳児死んだらね、僕の親が悲しむからな。親悲しむことしたくないからな。悩むな。悩みどころやけど、結局僕は、悩むな。親戚の5歳児を助けるな。ちゃんちょくんには犠牲になってもらうと思う。やっぱね、小さい子供を見捨てるって世間体悪いやん。そういうの気にしちゃう。そういう時は。終わりが見える。おラストステージ手前やからね。終わらしていきましょう。結構、拍子抜けというか、簡単やな。なんか、前回の方が難しかった気がするけどね。もしかして、アップデートで調整入ったか？ちょっと簡単にさせられたとかあるかな？難しすぎるゲームとかたまにあるんですよね。スチームで。アップデートが入ってなんかちょっと簡単になっちゃったみたいな。そういう日寄ったことはしないでほしいね。いいですね。ここむずいな、ここむずいな。敵のキャラ多いよ。まあ、小村さんなら行っちゃうけどね。危ない！いいね。ダッシュの使いどころが難しいな。反転して。二段ダッシュのバーが急に出てくるの怖いな。上。俺は一応猫を助ける。すべてを猫を助けることはできないが、手を届く範囲を助けていき。自分の命を大切にした、ピング君。猫がどうこう言ってる場合ちゃうぞ。ここからやな。ジャンプで、ここはダッシュ。で、ジャンプ。ジャンプが早すぎた。思ったよりピング君が参ってへんか。僕の想像よりピング君が足遅かった。しっかりしろ、ピング。お前、地獄から抜け出したいんちゃうんかい。ナイク。しっかり火の玉の勢いを見定めてダッシュして、ジャンプして、同じミスするところでした。同じミスするところでした。ちょっと低いのが気になるけど。うん、頑張れよ。頑張れよ、ピンク。そこはもうちょっと高度保ってほしかったな。ちょっと、エレベーターゾーンの入り方があかんかったな。そこむずいって。今日はさ、ニュース見てたらさ、なんか怖いニュースやってて、ベビーカー転がしてた主婦さんが、見知らぬ男に急に、その子供を盗まれそうになったっていう、ベビーカーに乗せてる0歳児をね、
持っていこうとしたらしいんですよね。めちゃくちゃ怖いなと思って僕そのニュース見てたんですけど、そんなことある？急になんかね、赤ちゃんを覗き込む男が現れたと思ったら、急にね、抱きかかえようとして、連れ去ろうとしたらしいんですよね。いいよ。めちゃくちゃ怖いなと思ってさ。でもそのベビーカーのシートベルトがちゃんと挟まったおかげで、シートベルトちゃんとしてたからね、盗まれへんたらしいんだけど、シートベルト外す知能もないんかちょっと思ったけどな。よっぽど慌てたよな、男の方は。いや、怖いよな。ゼロ歳児連れてそんなことあったら、クリアしちゃった。さあ、ラストステージ。あー、ムカつく。おー、巨獣。どう復讐するかというと、洞窟と主人に、今すぐ封印を解いてやる。洞窟主を。洞窟主なんで封印されてんの？学校しろ、チビ悪魔。わー、予想通り。うわ、卑猥な形状してる。ピーナツくんと一緒や。主になれるほどの知能を持ってなさそう。はい。最終章、洞窟の主人。OK。わあ、結構ペラペラやね。何言ってんだよ、何言ってるんだよ。これで攻撃するんか。どうなる、どうなる。はい。危ない。いいですね。いや、結構簡単か。ラストステージ結構簡単か。賞金でクリアしちゃうよ。申し訳ないけど。はい。いいですね。これ第2ゲータか。もう第2ゲータ入ったね。危ねえ。いいですね。いや、簡単やな。今のところ簡単。第1ゲータは簡単やった。さあ、対面。やっと会えたな。やっと会えたな。どういうこと？はい。これ跳ね返せるんか。いいですね。あ、それは無理、それは無理。わあ。なんかこの絵、ザ・グリードって映画思い出す。いや、ザ・グリードって映画面白かったよ、ね。B 級映画でね。B 級映画では最高峰ちゃうかっていうぐらい面白かったけどね。なんか権利の関係がどうたらこうたらのテレビとかで流すこと難しくなったっていう噂をどっかで聞いたね。気になる人は見てみてください、ザ・グリード。船の上でなんかね、悪たちが触手に襲われる映画。あれは面白かったね。いいよ。はい。第1形態簡単やな。結構爆弾のね、置いてる間隔が狭いわけでめっちゃ連続攻撃できるね。さあ、こっからや。さあ、口がワームホールに乗ってるんかな。こっからいろんなもん出してくるね。うわぁ、同じミス。そのさ、ベビーカーから赤ちゃんを盗もうとした男さ、捕まって、その男がなんでこんなことをしたのかっていう言い分が、自分の子供が欲しかったって言ってたよね。だいぶやばいよな。普通に考えてね、他人の子供をベビーカーから盗んで、それがお前の子供になると思えへん、今日ね。気づかへんたのかな。これ教えてあげたらどうなったんやろね。ベビーカーから必死に赤ちゃん盗もうとしてさ、やめてください、やめてください。これを盗んでもあなたの子供にはなり得ませんよって。嘘ってなるかな。え、嘘って驚くんじゃん。盗んだら、赤ちゃん盗んだら自分の子供になると思ってたのにってなるかもしれんな。だーい。まあまあ、なんか精神が病んでたんやろうな。なんか日常生活にそういう精神的トラブルがあったのではないか、みたいなことでニュースは締められたけどね。いや、怖いなと思って見てた。うちにはさ、親戚のちゃんちょくんが入り浸ってんねんけど、5歳児の。爆弾の角度よ、反射速度。うちには親戚の5歳児がさ、よく入り浸ってんねんけどさ、そのニュース見てるとき、親戚の5歳児2号がいるんですよね。まだ生まれたてのちゃんちょ2号がいてさ、生後7ヶ月やったかな、それぐらいのほんま小さい。ほんまニュースで盗まれかけた赤ちゃんと同い年ぐらいのね、赤ちゃんがいてさ、こいつがもし盗まれる状況になったら僕が助けなあかんなと思ってね、見てたんだけど。で、そのちゃんちょ2号さ、最近ハイハイができるようになって、もうリビングを自分の好き勝手ハイハイで誘導するようになったんやけど、飯食ってるときさ、なんかみんなの足元に来るんよね。机の下に入って。で、何が楽しいのかわからんけどさ、みんなの足触っていくんよ。で、最近僕の足がお気に入り。ほんまやめてほしい。マジで無意識に切ってしまう可能性あるから、マジでやめてほしいよ。まあ、なんで僕の足がお気に入りかっていうと、多分すね毛があるからやね。小村さんアイドルやけど、そういう処理してへんからね。僕実はすね毛あるんですよ。僕のことアイドルやと思ってる皆さん、ちょっとショック受けたかもしれんけど。僕は、そういう巷の普通のアイドルと違うから。
脱毛とかそういう整形とかそういう改造してるアイドルじゃないか、ナチュラル系アイドルだからさ、あんな奴らと一緒に試合ください。僕はもう生まれたままの姿で戦ってるんです。でまあそうなんかすね毛のもじゃもじゃした感じが触り心地よろしいのかわからんけど、よく僕の足ベタベタされるんですよ食事中に。普通に怖いよな、足元に赤ちゃんいるって。何があるかわからんやん。椅子の下くぐられるとき僕めっちゃ怖いねんけど、なんか親戚のおばさんが犬連れてきたときとかも怖い。なんか椅子の下くぐられた瞬間にさ、万が一椅子がなんかね、椅子の足が崩れてさ、椅子ごと僕が転げ落ちてしまったら踏みつぶしてしまうやんと思ってしまうよね。まあ、基本的ね、椅子の下はくぐらんといてほしいね、小動物は。その妄想しちゃうわ。ああ、それ買わせへん。16回チャレンジしてるけど、それ未だに買わせへん。なんかこういうタコの怪物が、強キャラとして登場するのってやっぱ海外ゲームやなって思うよね。なんか、クズルフとかそういう神話の怪物ってタコ多いよな。なんか恐怖の象徴とされがちちゃう。よくよく見たら怖いけどな、タコ。日本ではあんま馴染みないけど。逆に日本で恐れられてるけど、海外でそんな恐れられてへんもんとかあるんかな？なんかあるかな？日本で恐れられてるもん。ピーナッツくんか？恐れられてへんわ、舐められてるわ。思いつかへんな。わー。こいつ歯磨くのめっちゃ大変そう。待って、青い爆弾跳ね返す余裕はとりあえずない。とりあえず相手を攻撃をかわすことに集中しまーす。それかわせれません。あれの解放さえ分かれば大マシになりそう。はい、もう一回跳ね返して探るぞ。いいね、この段差で段差でちょっと距離を調整する方法ありちゃう。ありやな、そのために段差あるのかもしれん。段差なくなった瞬間これやで。あ、日本で恐れられてるけど海外で恐れられてるもんって宗教ちゃう。あるんちゃうこれ。海外って割と神様信仰するのって一般的やろ。でも日本やったら結構異端扱いやん、それ。ちょっと恐れられてるとは違うか。でも真面目にその銅像にね、お祈り捧げてるとか見てもなんかピンとこうへんよな、僕ら。あれはどういう感覚なんやろうね。お願い事とかしてんの？僕ら日本人はお寺とかで手合わせるときなんとなくお願い事し、僕しちゃうんやけど。僕がおかしいだけかな。割とする人いるやろ、つい癖で。ね。最新ゲームが欲しいですって子供の頃はめっちゃ祈ってたわ。意味もなく。お寺ってそういうところ違うでって分かったんやけどさ。手を合わせるってやったらなんかお願い事したくなるやん。流れ星みたいな感覚で。あぶねえ。ちょっと待ってね。足場崩すのやめてくれません？タコさん。いよいよ、日の玉地獄か。ええー爆弾と一緒に火の玉くんのはあかんて。しかも今火の玉吐くところ見えへんだし。やば、第二形態強すぎる。第一形態クソザクやん。二発ダメ。まあまあいいでしょ、いいでしょ。あぶねえ。基本、何も死にたれ。動かへんたらかわせる、あの火の玉は。足場見てなかった。なんとなくあの火の玉の解放が分かった。ダッシュしへんたら、ギリギリ、かわせる。とりあえず最初のボム3つを全部当てたい。はい、1個ミスった。1つしか出ないんだが。まあ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 。もう火の玉の回避の仕方分かったし。前に出ない、前に出ない、前に出ないのが大事。終わりか？終わりか？ですね、こっからもう足場崩してきとんのが腹ですよね。いいよ。OKOK、もう分かってる、もう分かってる。もうパターンないやろ。今までこれ以上パターン増えた試しないから。これはもういけるでしょう。勝ったと言ってもいい。コーナーさん勝ちました。ありがとうございます。いや、このゲームね、めちゃくちゃ面白かったですね。単純でありながら、しっかり難易度を徐々に上げていくってところが、結構好感度高いところでしたね。いやー、素晴らしいゲームでした。スピードラン系のゲームはね、久しぶりにやったけど、やっぱね、こういうゲームやって楽しいよな。ちょっと、やるたびに、どんどんなんか、ね、癖になるというかね、自分の動きが。そういう中毒性があるところも素晴らしいところでしたね。いや、いいですね、このゲームも。見た目も可愛いしな。さあ、ラスト一撃、最後終わらせましょう。さあ、全部外しました。
三つあるボム全てを外していく。僕このゲームをやめたくないと思ってるのかもしれない。でも、やめちゃう。あ、くそ。もうちょいボム優しくしてくれへん。負けたくないかってさ、その、ボムのね、タイミングを渋くするのはどうかと思うで、僕とバス君。終わりましょうや。そろそろ。さあ、終わります。終わります。はい、この情勢ね、この情勢。素晴らしい。いやー、最後の最後で、かっこいいところ見せちゃったな。おー、なんかこの絵いいな。ちょっとノスタルジック。はい。ありがとうございました。あ、教授。私たちの卒業はこれからどうなるんですか？何の話？卒業近畿やったこれ。チビ悪魔復讐する。これで終わりではない。あ、まだあるんか？もう出ちゃったけど、地獄。ピンク君も出たやろ、これ。やっと洞窟の主人を倒して、ついにここまで来た。この巨大なドアの後ろには何が待っているのだろうか？知らんかった。何が待ってるか知らんのに目指してたん。ゴー！こっからさらに、第二ワールドとかあんの？天国への階段？まずじゃないな。本当に多くのことがあった。この冒険の末、どんな結末が待っていても。私は後悔しない。いつものように。誰に手振ってんの？ドアの向こうに向かって、レッツゴー！まだあるやん。チャプターなんちゃら。地獄から逃げ出すことは不可能だ。不可能なことはない。これが本当ラストか。おい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 、もう敵の終わりやと思ったら終わりの挨拶しちゃったよ。敵のラスボス中に。ラスボス中に終わりの挨拶しちゃうとか、マジすごくねみたいな感じやったのにさ、何してくれてんの。はい。まあ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 、あのバケモンと比べたらこんな人工物余裕ですよ。止まって見えるね。はい。危ないよ。優しいな、結構。はぁ、くぅ、優しくなかった。日本語訳されてない。はい、いいよ、素晴らしい。ボムが怖い。落ちてくるボムだけ気をつけよ。横から飛んでくるこのミサイル群はかわせるから、普通に当たっとるやないかーい。何、大学院生って。なんで地獄に大学とかあんねんよ。地獄に行ってまで勉強させられんのか、生き物は。DJ の鬼太郎の曲でさ、お化けには学校も試験も何にもないとかいう歌詞あれやん。あれマジで心に来るよな。あのロケット踏めへんねん。もう羨ましくてしゃあないよな。もう鬼太郎見るたびに思ってたわ。学校試験なんもないの？学校も試験もなんもないくせにあいつら運動会はするけどな。それはどうやねんって思うよね。運動会とかってあれ一応さ、毎日の学校がつまらんからああいう行事が楽しく覚えるんじゃないの？陽キャって。僕はもう嫌いやったから普通に楽しくなかっただけやけどさ。普通に運動会とか楽しんでる人らもさ。ねえ、そこ取れる。ああ、よかった。普段学校ないのにいきなり運動会とか言われてもそんな楽しめへんのちゃうとはちょっと思うよね。だからあの妖怪たちがね、運動会やって楽しんでるのはあんまりね、なんかそれは違うんじゃないと思うね。毎日が日曜日やったら楽しくないよ、逆に。働く日があるから日曜日が輝いて見えるんですよ。そう思いませんか？ジャンプしたつもりは、ジャンプしたつもりだって。俺じゃあ地獄から出さんとなんか必死だけどさ、哀れよな、なんか。自分が大学研究で忙しくてさ、地獄を味わってるかって言ってさ、同じ感覚をこっちにね、押し付けんといてくれへん。ちゃうやん。自分が不幸やからって周りも不幸にしようとしたらあかん。そんな人類みんなが不幸になるよ。聞いてるか、大学院生。お前らだってその大学院生終わってちゃんと就職いいところついたら幸せが待ってるのかもしれんぞ。そんな幸せの時にね、急に後ろから大学の勉強手伝ってよとか地獄のいざないがあったとし、腹立つやろ。こっちはもう天国やんと思ってるやん。そんな中、ラブゲーよ。お前らやってることはね、全人類の足を引っ張るようなことと一緒やぞ。大学院生さんよ。逆にこっちは後押ししてくれよ。一緒に行こうや。一緒に地上に出ようや。大学院生さんよ。OK。はい。さあ、慎重にな、慎重にな。あんまり浮かせたことしない方がいいぞ。うん。OK、OK。
落ちて落ちて落ちて、ナイス。すみません、謝ってくれた。まあこういうことよな。引きこもってばっかのやつより走り続けたピンク君の方がね、優秀ってことよ。研究ばっかして内ばっか見てずに外にも目を向けてみるべきやったな。猫いつの間に敷き詰めたんや。さあ、ついに最後のドアだ。今度は何が待っているかな。よいしょ、よいさ。おー。え、みんな。みんなここにいたんだ。先回りされてた。あー、カービィみたいなんか。みんな無事でよかった。かわいい。サンキューフォーフレーニング。休業終わった。はい、ありがとうございました。こちらこそ、面白かったです。猫の猫。作者さんの飼い猫かな。かわいい。実物も負けてへんな。